死んだかな。
受けてみろ。諦めない。はあ、受けてみろ。こんなところで、しっかりして。逃がさないから。よっと、画装師、こっちの番だよ。受けてみろ。そんな、やだやだ。あとは頼む。大丈夫かよ。受けてみろ。決めねえぞ。待て、受けてみろ。決める。受けてみろ。決める。こっちから行くわ。受けてみろ。無駄よ。受けてみろ。地獄嵐。受けてみろ。私は受けてみろ。待て、受けてみろ。本物の実力者。
よっしてやるよっとはっはっ受けてみろありますが、あなたにやっていただきたい仕事があります。進化の家という危険な思想を持った集団を我々教会ではずっとマークしていました。そして先頃、この集団のアジトの場所が特定されました。進化の家の場所が判明した今、この危険な組織についてさらなる調査が必要です。進化の家の本拠地に潜入し偵察を行ってほしいのです。大変デリケートなミッションですが、だからこそあなたを指名させていただきました。ここ最近のあなたの働きには教会本部も大きな期待を寄せています。ここであなたの進化を試させてもらいます。よろしくお願いしますね。では教会本部のミッションカウンターに今回の依頼を登録しておきました。速やかにミッションを受け負い仕事に取り掛かってください。あなたの働きに期待しています。それでは失礼します。遊んでくれよ、ザコさんよ。よし、やってやるぜ。
受けてみろ。うわっ、受けてみろ。決める。ガソーシ、受けてみろ。ちょっと気にしぜ。受けてみろ。どこに行くんだ。受けてみろ。受けてみろ。受けてみろ。飛ばすぜ。受けてみろ。受けてみろ。受けてみろ。どこに行くんだ。受けてみろ。待て。雑魚が歯向かうからこうなるんだよ。壊しちまってもいいよな。修行の成果見せてやるぜ。決める。ガソーシ、受けてみろ。どこに行くんだ。そんな待てよこの野郎。またこんなところで。どこに行くん。受けてみろ。待てよこの野郎。受けてみろ。こんなところで。受けてみろ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 。どこに行くんだ。受けてみろ。待てよこの野郎。どこに。受けてみろ。ガソーシ、こんなところで。受けてみろ。こっちだ、マヌケ野郎。そんな。受けてみろ。そんな。決める。待てよこの野郎。
てみろ。うわあ、受けてみろ。行きますよ、行きますよ。受けてみろ。殺してやりましょうか。ザコが受けてみろ。受けてみろ。どうだい、やるだろ。こんなものか。進化の家の本拠地があるポイントです。入り口は見つかりましたか？え？入り口が破壊されている？おかしいですね。何かよからぬことが起きているのかもしれません。戦闘は避け、潜入し偵察、彼らの狙いを探ることに注力してください。内部は通信が妨害されているようです。案内はここまでです。幸運を祈ります。先に来てるぞ。お前はこの前の先生、ここは俺が、あとはお願いします。お、ああ、分かった。分かる、分かる。おめえ強えな。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだろ。じゃ殺し合いますか。あ、何してんだ。おい、今手を出せばやられていた。なんだこいつは。隙だらけなのに。俺の直感が大音量で危険信号を発している。貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。いいか、大切なのは
このハードなトレーニングメニューを続けられるかどうかだ。この場で教えてもらえるのか、先生の強さの秘訣を。一体どんな。いいかジャマス、続けることだ。どんなに辛くても俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。自分で変われるのが人間の強さだ。ふざけないでください。それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。んなこと言われても他に何もねえぞ。そうか、秘密を教える気がねえなら構わねえぜ。どうせ俺よか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえらはなぶり殺す。受けてみろ。あとは任せろ。ブーストアタック。怖いですね。もう俺を止めることはできねえ。こうなるともう丸1週間は理性が飛んで闘争本能が静まることはない。お前を殺した後は町に降りて来週の土曜までは大量殺戮が止まらねえぜ。こいつのアシュラモードはこのまま丸1週間暴走を続けるだと。ということは、ということは、おい、強いヒーローだったら俺を止めてみろ。あ、いや、パワーだけじゃねえぞ。へっ、そろそろ楽にしてやった。今日がスーパーの特売日じゃねえか。うわー、しかじった先生。大丈夫ですか先生。セールだからな。もう終わってる。おいお前、余計なことを言うな。先生がさらに落ち込むからやめろ。ああ先生大丈夫ですか。素晴らしい。
さすがの強さだ。